YouTube の動画を見ている皆さん、目の疲れを取らないとやばいんです。筋トレや食事制限、頑張ったりけどなかなか変わりにくい。実はストレスがうまく発散できてない可能性があるんです。パソコンやスマホを使う人の多くは、目が必ず疲れています。この目のケアをしてない人が、実は 89% もいるんです。今動画を見ている方、この1週間以内に目のツボを押したことありますか？ないよって方は、今回一緒に見ながらやっていくことで、必ず目の周りがスッキリして、自律神経が整う。目に力が入る、肩こりや倦怠感というのがなくなってきます。これは実は目に関係しているんです。指で押したり回したりするだけで、今回は目の疲れが劇的に取れます。3つのツボを紹介していきます。眉毛の端っこの三竹、鼻と目のくぼみの鮮明、目の下の小球、こめかみの部分の太陽、この4つのツボを覚えておいてください。これを両手で押して回してするだけです。ツボを押す力は軽くでいいです。痛いと力が入っちゃいます。軽く押すだけでいいので一緒にやっていきましょう。まずは眉毛の隅っこの三竹という部分を押していきます。この部分を両手で押しながら、ツンツンツンっていう感じで押した後に10秒間ぐりぐり回します。ここのツボ合ってるかなって分かんなくても、その辺動かしてたら大体当たってますから安心してください。それでは眉毛の端を軽く押しながらやっていきましょう。それではいきます。スタート。まずはね、眉毛の端っこをこういう感じでね、押しながら残り10秒でぐりぐり回します。よーし、はい、ぐりぐり回していきましょう。どっち回しでもいいです。軽く押さえながらね、ぐるぐる回してください。OK。 次は親指で眉毛の部分の下のくぼみをですね、下から軽く上に押す感じ、クックックッと押す感じでね、いきましょう。スタート。ちょっとね、いろいろ位置を変えてみて、なんか痛気持ちいいなって部分がね、大体正解のツボです。ここをね軽く押し上げながら、よーし、あと少しでグリグリです。よーし、はい、じゃあグリグリと、どっち回しでもいいです。回しやすい方に押しながらやってください。呼吸をねリラックスしてください。はい、 OK。 はい、今度はね、目の下の骨のとこですね、ここを軽くピッピッピッと押します。スタート。こうね、キュッキュッキュッとね、微妙に位置をねずらしてみると、あ、ここだなっていうとこありますんで、そこをね見てください。あと少しです。よーし、はい、ぐりぐり回していきましょう。これはね、本当にもう毎日でもやってほしいね、マッサージケアです。目がね、本当に OK。 すごく目って疲れてるんで、本当にスマホでスクロールとかしたらね、すごい目使ってるんで、必ずこうやってください。あともう一個、このね、太陽、こめかみの部分ですね、ここを押した後に回します。いきましょう、スタート。こうね、クックッと、ね、くぼみがあるところが大体ツボなんで、ここかなとか分かんなかったら、ね、2本でもいいです。クックッとね、あまり痛くないようにしてください。よし、あとちょっと、よし、回していきましょう。押しながらぐりぐりと、もうすでにね、もう目がパッチリしてきた。これでね、 OK。 お疲れ様でした。どうですか、目すっきりした感じしませんか？自分は結構ね、目がね、こう開くようになったなって感じと、やっぱここのツボがねすごい効いてる感じがしますね。こうやってね、目の疲れを取ることで頭もすっきりしたり、目の奥の痛みが軽減されたり、楽になってきますんで、いつも運動や食事制限するために頑張ってるかもしれないけど、こういったね、やらないことをやることでストレスが軽減されますんで、結果的にね、ダイエットがスムーズにいったりします。動画を見ながら毎日やってください。本当に毎日スマホでね、パソコンとかねしてる人多いと思うんで、必ず目のケアはねやってください。やったよ、頑張ったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。